ご視聴ありがとうございます。ハレイヤーの大塚です。皆さん、ラブディカの献身で遊んでますか？そして MTG アリーナプレイしていますか？ちなみに僕はがっつりプレイしています。この動画、アリーナデッキ案内では、MTG アリーナを使って実践形式のデッキ紹介を行っていきたいと思います。デッキリストって調べたら結構出てくるんですけど、このデッキはどんな風に動いて勝つのか、どんな風に気持ちよくなっていくのかを実際にお見せできればと思います。そして今回使うデッキは、ラクロスバーンです。軽く呪文で直接相手のライフを削っていくバーンデッキですが、ラブニカの献身でとても強化されました。それでは早速対戦に移っていきましょう。1ターン目から動きて、光族もいるんでキープします。まずは溶岩橋、強化もすぐにできそうです。アズカンター、さっさと決めないとですね。アタックして、ブレンズ紙でさらに2点、2体でアタック除去されて回復もされてしまいました。ですがカウンターの心配がないので恐怖の劇場を設置。クリーチャー展開が一旦できなくなりました。なので、このターンは火力呪文を叩き込みます。1マナ3点、アタックもして残りライフは10。さらに槍巻きを出してショックも打っちゃいましょう。槍巻きを通して回収した、ブレンジ術師と魔術師の稲妻はカウンターされてしまいましたが、続けて、君主の一髪で開始に一掃されましたが、ショックを通せば取りました。はい、対戦ありがとうございました。では続けて2戦目やっていきましょう。まず初手ですね。リソースカフクは結構できそうなので、キープします。はい、まずはショックを構えます。ファイオードルイドは、ダメです。焼きます。あれを生かしておくと次のターンから対処しにくいクリーチャーをされるかもしれないので、ではクリーチャーもいないしカウンターもないので、恐怖の劇場で。後続を呼ばれる前にちょっと除去しないとですね。空手の一神から、山を回収してそのままセットして稲妻で除去、発見発散からまたこいつ順応されると厄介ので焼きます。ここは、劇場の効果で1点ダメージ。いや、この効果絢爛も一気に達成できるからめちゃくちゃ便利ですね。続けて相手は和製耐性呼んで、盤面がやばい。手札に軽い火力呪文もウィザードもないので、舞台照らしでドローします。ブレンジ術師稲妻を回収して、コストも軽減してウーズ本体を除去。航路の作成から55からでかいな。もうここから盤面は返せないので55が動き出す前に火力ぶっ放しましょう。まず稲妻で3点から、おお、向かい手足ほんと強いな。まずは槍巻き、批判解説あと8点、グレン術師あと6点。ここは昇殿達成されましたが、次のトップソードローは火力ときましたね。では、君主の一神と稲妻の一撃でちょうど6点。対戦ありがとうございました。はい、というわけでラクロス版いかがでしたでしょうか。デッキリストはこちらになります。舞台照らしと恐怖の劇場でしっかりリソース確保して息切れしないバーンデッキを目指した構築となっております。また火力呪文の多くがコモンやアンコモンなのでリーズナブルでいいですよね。概要欄にデッキリストのリンクも貼ってあるので、ぜひぜひ良ければ組んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。